しだれたはバカで王様に甘やかされてるな。あんな奴が王様になったらこの国は滅びるわ。そうじゃそうじゃ。あの者たちは国の民ではないか。なぜ私の悪口を。父上はみんなから愛されていると言っていた。それは違うのか。いつも見ていることが真実とは限りません。人は時に嘘や人の悪口を言うのです。でもこれは夢だよな。教えてくれ。
この目で確かめに行きたくなります。あ、シダイナ様、どこに行くディアンスか。チャンナ、よかった、夢で。どうしたディアンス。チャンナ聞いてくれ、一生のお願いがある。どうしてもこの目で確かめに行かなくてはならない。まさかシダイナ様。そう、外の世界を見てくる。これは私にとって何か特別な使命のような気がする。でも今日はシダイナ様の誕生日だ。だからこそ父上と母上を頼むぞ。チャンナ、シダイナ、どこなの。いけない、向かいました。この時初めてチャンナは王妃に嘘をつきました。チャンナのおかげで国の外に抜け出すことができたシッダールカは森を抜け小さな村にたどり着きます。皆さん、今がソリューションマッピング法要法話でございました。いかがでございましたでしょうか。ありがとうございます。お経の中ね、お勤めのしているこのお経の中に関われる内容って大体こういう内容なんですよ。本当は物語になっていたり、
本当はどうやったら人は楽になれるのか、どうやったら心が安らぐのかという話がたくさん載ってるんですけども、それがね、インドの言葉から中国語には翻訳されたんだけども、中国語から日本語には翻訳されずに日本に入ってきたので、今でも漢語で、ああやってお勤めしてるんですよね。ですのでお坊さんっていうのはね、このお経を読んだ後にお勤めした後にその内容はどういう風なんだよ、こうなんだよ。